チョコリーはゆいちゃんや私水戸夏目になりたいそこのあなたに必見。本人直々にメイクポイントを伝授します。スタジオで実践したらあら不思議、ありちゃんとしーちゃんが大変身しちゃっているのでお見逃しなく。それではちょこっとチャンネルスタート。ちょこっとクエスチョンチョコキュー。イエーイ。はい、今回はひろみちゃんほかたくさんの人からこんな質問が届いていました。ゆい様のようになりたい、おお、水戸ちゃんの前髪に憧れます、と。そして実はですね、チョコリンメンバーにこんなアンケートを取りました、チョコリンメンバーの中で変身するなら誰ですか。すると圧倒的に多かったのが水戸ちゃんと私感度だったということで、わーやったー、 ありがとう。じゃあ水戸ちゃん2人を変身させますか。はい、いい返事です。それではまずは私から行かせていただこうと思いまーす。ここにちょっと私の私物のメイク道具を持ってきたのでこれでやります。まずはシャドウからなんですけど、目を閉じてください。なんかゆい様イコール結構赤のシャドウとか、そうそう、なんか赤を入れるのが確かに的にある。なんか肌に赤みが出るとちょっとなんか赤ちゃん感が出るというか、愛らしい感じになるので、ゆい様の赤ちゃん感ね。次に茶色のラインでちょっとだけど、ここでなんかね奥行きが出るんですよね、目に。まつげがあったらこの下に描くんですか。そう、この下の部分。メリリは絶対ブラウン。ここを描くとちょっと強くなっちゃうので、目閉じてください。ちょっと真剣に言ってるんで。本当は眉毛描く用の、使ってますやつなんですけど、これをラインに使います。柔らかい目でなりつつちゃんとはっきりくっきりとする、キラキラ、これ大事。あ、私のメイクの必需品。あ、これ持ってるかも、このチーク。そう、これを活用すればできるんですね。ここにちょっとキラキラを足して、ここ面白い。真ん中だけですか。真ん中中心に見えるかな。目元用じゃないものをたくさん私は目に使うんですけど、このアイブロウの一番濃い部分、上向いてください。はい、この目の目尻の下のとこ、下ここだけちょこっと、こんくらい、なるほど、こんくらい入れる。めっちゃちょっとですね。そう、なるほど。なるほど。なるほど、ハモったね。めっちゃハモった。お次チーク、まずこのコーラル系も、これ今ベイビアで開発中のものなんですけど、広めに最初はハート型ですか。最初はちょっとお椀型的な、お椀型ちょっと広めに塗ります。私っぽくするポイントはこのまた赤が登場するんですが、この塗った真ん中にちっちゃいハートをつけて、かわいい、ちっちゃいハート、ちっちゃいハートを作っていきます。結構ほんとほっぺの真ん中の方に、もう黒目の下。あ、ゆい様、ゆい様、めっちゃ近づいた。ハイライトはピンク系、ピンク系の明るいのをやると柔らかい印象になる。確かに、まあね、これをこうチークをぼかすためと、ここの目の下からくするために、ここにこうチークにちょっと添いつつ。あー、これ欲しい。リップ、はい、知ってます。これは美容液成分たっぷり入ったゆいさんがデザインも自分で描いたリップです。武田さん100点勉強しました。みんなチョコリン見てるね。ありがとうございます。めっちゃ色がちゃんとつくんですね。そうなんですよ。この眉毛描く、一番この薄いとこしか使わない。ここだけ、そこいつも余る部分だった。私も使わない部分でした。この辺をなんか中心に目に近づける。でふんわり、なんかグラデーションくらいな気持ちで描く。ふんわり感がめっちゃ出てる。だってなんか眉毛の毛が見えるもん。毛が見える。
表現毛が見える、うん、ちゃんと毛が見えてる。こんな感じかな、メイクは。かわいい、はい、メイクはこんな感じ。で、なんかあのしーちゃんがさっきあの茶色のラインを初めに引いてくれてたので、うんうんうん、ラインは茶色なんです。茶色多めがポイント。はい、でシャドウを塗ります。はい、シャドウはあの2番目に暗い色を、うんうんうん、そこを最初に、はい、そこを最初に一番濃いかもしれないです、この二重の線のところが。なるほどね。いいえ、うんうん、ちょっと彫りが深く見えるっていうのも特徴です。うわ、手が震えるよ。黒おかっぱ、茶おかっぱ、髪型がちょっと似てる二人。見せたんだよね。ね、ぼかすために、うん、一番明るい色を、うん、ほうほう、すごく薄く塗ります。うんうん、あ、全体に。そんな感じ。そんな感じ。本当に薄い。ペンシルライナーで目の目尻、うん、すごいちょっとだけを。あ、下描くんですね。キュ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 。あ、下、うん、あ、でもペンシルも茶色。正座しました。シルエットが本気モードです。明るめの方がちょっとおしゃれ感が出ます。なるほど。で、またシャドウが出てきて、ほう、この眉頭に先塗った2番目に暗い色をグラデーションでのせます。シャドウと同じ色。はい。へー、面白い。そしてチーク。お、チークがピンクオレンジみたいな、うん、ほー、朱色ですね。すごい横、こうやって塗ってる。真横、すごい平行になります。しかも結構目に近いですよね。そうです。これはなんかゆい様と一緒で、うん、ちょっとあのうるっと感が出るように上の方にチークして、うん、リップは赤ピンク系です。出したの。完成できました。すっごい疲れてる。ということで衣装も含め完成しました。どうですか、どうですか、似てない。わ、面白い。これかなり髪型の雰囲気が。そう、顔周りが私はポイントなので、うんうん、この辺のこのふわっと感と前髪もちょっとここ隙間作るのとか、このここがこうふんわりさせる感じ。いました、いました。ゆいちゃんっぽくなった。ゆいさんっぽい。なったなった。すごい自分っぽい。すごい。あゆちゃんが甘い。甘めにもなれる。すごい兄弟。で、ミトちゃんの方は。はい、私は、帽子をしーちゃんにかぶせてみたんですけど、うん、めちゃー、そう、帽子のかぶり方が浅くかぶるんです、うん、めっちゃ浅いです。そう、浅くかぶって上をポコンって前に倒すんじゃない、ちょんってやるんだ。コロンとね。あ、よかった、気づいてくれた。ポップコーンシスターズって感じです。いやー、こんなヘアメイクとファッションでこれだけ変われるってことがね、判明したので本当に楽しい。よかった。ということで、ひろみちゃんほか皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひ私たちの話を参考にして、みんなでみとちゃんや私になっちゃってください。ちょいたしポッキースペシャル。はい、最近リラちゃんからこんな質問が来ていたんです。これ見てたらポッキー食べたくなります。よくポッキーを使ったアレンジ料理をしてますが、作ってみたいんです。おすすめを教えてください。ということで、これま
で私たちが考えてきたおすすめのちょい足しポッキーを紹介していこうかなと思います。まとめちゃいました。これのもっと美味しいおすすめの食べ方を紹介します。ひと手間で美味しくなるちょい足しポッキーにひんやりミルクアイスを乗せていただきます。スガチンいかがですか。本当にねデザートケーキみたい。さらにホットな一品です。カフェラテにポッキーを浸していただきます。しーちゃんいかがですか。そういう使い方もね。うん、おいしい。めっちゃいい香りだし、あのポッキーがポッキーのチョコが溶けてカフェモカみたい。チョコリンピクニック、イエーイ。青空の下で食べるのにおすすめなのがこちらのポッキーロール。ポッキーに食パンをぐるりと巻いてお好みでトッピングすれば出来上がり。簡単でしょ。ポッキーがすごくなんかふわなのにいいね。すごい食感がミックスされて新しい。おいしい。ポッキーパーティー、イエーイ。準備がなってるんですが、ホットケーキミックスを使って生地を作り、ドライフルーツをタコ代わりに入れ、お好みのポッキーを刺して食べましょう。題してたこ焼き風ポッキー。こちらのメープルシロップやチョコレートソースをかけて食べてみるのもおすすめです。ふわふわからのポッキーのざくり感が、食感がすごいミックスされてて、おいしい。うん、普通に商品化されてそうなクオリティだよこれ。すごいね。美味しいですよね。ぜひやってみたい。ケーキも割といい発見じゃないこれ。私たち、こちらもやりたい。これは革命でしたね。本当に革命。本当にすごい美味しかった。まさかたこ焼き器がこんな使い方があるとはというね。すっごい美味しかった。たこ焼き器買ったんですよ。すごい。大人数でやるっていうことにも意味があると思うし、そうだね、すごい最初の工程から楽しかったです、作るのも楽しい、超楽しかった、はい、ちょい足しポッキー本当にいろんな場所いろんなシチュエーションで楽しめるので、ぜひ友達や恋人家族とシェアして食べてみてくださいね。